プロヌンシアミエント、布告、宣言の意は、主に19世紀のスペイン、ポルトガル、ラテンアメリカでよく見られた、軍事反乱やクーデターの位置形式。もともとは、首謀者が行動に先立って、行動の趣旨を説明するために出す、宣言のこと。リズボンでのプロヌンシアミエント。プロヌンシアミエントは、軍部が民主政府の政治的に中立な会期間としてではなく、 独自の権利を持つ政治的主体として振る舞う軍閥主義またはこの衛兵主義の一類型である。一般的なクーデターにおいては軍隊の重要部分を掌握した反乱勢力が秘密裏にクーデターを計画、実施し突然の行動によって統治機構を支配下に置く。これに対してプロヌンシャミエントは現政府に反対する勢力へと世論を結集させる。 ために計画される、公然の活動のことを指す。プロヌンシアミエントでは、大抵は、中堅クラスの士官の集団が、現政府に対する反対を、公に宣言する。迅速、直接的な暴力行動を伴う、通常のクーデターとは異なり、プロヌンシアミエントは、一般的に無欠化、それに近い行動で、暴力の脅威をほのめかしたり、公に、 現政府や体制への不支持を表明することによって、体制変更を試みようとする。クーデターの首謀者は、プロヌーシアミエントが行われる前に、まず士官たちに広く問いかけ、自身の味方が支持されるかを見極める。そして、プロヌーシアミエントが行われると、首謀者は軍部の政府支持、または反対表明を待つ。この時点では戦闘は起きない。判断が支持されない場合、 首謀者は敗北し、国外へ逃亡するか、軍から退役するか、逮捕されるかのいずれかが起きる。一方、軍部の大半がプロヌンシアミエントを支持する場合、政府は退陣する。この視点から見ると、立法機関による不信任決議の軍部版に近いものがある。ラファエル・デル・リエゴ。1820年の反乱で、スペイン1812年憲法の復活を主張した。 プロヌンシアミエントの例としては1820年に、ラファエル・デルリエゴがスペイン立憲革命で出したもの、1854年に、レオポルド・ドンネルが1854年革命で出したもの、1868年にフアンプリムが名誉革命で出したもの、1932年に、ホセ・サンフルホンがサンフル肌で出したものがある。 メキシコでは、このような宣言が正式に書面で発表されるものが多く、またより詳しく書かれたものが多いため、公領という名前で呼ばれる。しかし、最も有名な宣言は1810年に、ミゲルイダルゴがメキシコ独立戦争を始める時に発した、ドロレスの叫びで、口頭で発表されたものである。1936年に勃発したスペイン内戦は、 プロヌーシアミエントを伴うものではなかった。ありがとうございます。